アテナの軍勢が手薄となっていた織田軍の領地に出現。諸葛丹と徳川家康が守る本能寺へと進攻を開始する。だが信長は泰然と構えていた。この動きを予測し、諸葛丹に本能寺の地図を授け、秘策を立てさせていたのである。諸葛丹らが持ちこたえていることを信じつつ、井伊直虎たちは本能寺を救うため急行する。陣地は神を上回ることができるのか。まだアテナの姿はない。本体は到着していないということか。間に合ってよかった。信長様が来るまで私たちで本能寺を守りましょう。本体が到着するには時間がかかる。それまで家康殿と諸葛丹殿を守り抜かねば。信長殿よりいただいたここの地図、それをもとに裏道を使った策を立ててあります。内容は周知徹底させました。指示はこの諸葛公宮にお任せを。敵には腕輪を持つ者もいるようだ。各所を守る皆の奮闘に期待しよう。家康様、遅くなってすみません。信長様もこちらに向かっています。おナオトラ、力を貸してくれぬか。信長殿の到着まで我らで耐え抜こう。家康様のもとに行きたいのに敵が。すみません、どいてください。いや、家康殿は政宗殿に任せておけばいい。それより私たちは敵の指揮官を撃ってしまう。なるほど、そうすれば敵もおとなしくなってくれますね。ネズミのようにちょろちょろと正面から来る勇気のない。腕輪の力侮れない。まともに当たっても勝ち目はなさそう。裏道の策で逃げ回りながら戦うしかないな。めんどくせえ。正々堂々戦いたいところだが、今こらえよう。大元気殿、一度お下がりください。芝生殿は敵の誘引をお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、分かった。師匠殿、くれぐれも手は抜かないで。はいはい、それなりには頑張るぜ。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。まだ腕輪を使いこなせていないということか。どうにか倒せたようね。腕輪をつけた総妃殿が相手だ。正直もうダメかと思ったけどな。だがこれで時間は稼げたはずだ。敵増援部隊が本能寺に接近している。敵の猛攻に備えよう。メザイ、ちんちん言われずともわかる。お中郎にも怒らぬ口やかましさじゃ。政宗様、何かおっしゃいました。あっぱれなる勇士を褒めて近し。ごめんなさい。諸葛丹殿の指示は緻密で的確。またこの調子で頼みますぞ。おお、ありがたきお言葉。必ずや家康殿の期待に応えてみせましょう。はい、思いっきり行くわよ。わきまえろ。メザーン、
この苦境に私の不手際を見て敵の指揮官ってどこにいるんでしょう。普通なら後方にいると思うよ。じゃあ敵陣深くまで切り込まないとですね。いい計画。突破口は足で開くべし。みんなよく耐えてくれている。だがこのまま激闘が続けば、いや、必ず耐えしのげよう。わしは美濃を信じている。そして何よりお主の采配をな。私のごときにそのような期待を。わかりました。この諸葛孔丘にお任せを。戦者と藤出の光よくやってくれた。正面を突破されました。だがまだ我らがいる。三河武士の粘り腰見する時ぞ。ペルセウスさん、違う世界の私たちのためにどうしてこんなに一生懸命戦ってくれるんですか。それは私にも原因があるからだ。私は利用されるとも知らずメドゥーサを倒した。そして奴らの企みを止められなかった。よくわかりませんが、でもわかりました。エルセウスさんは優しいんですね。お願いします。任せよ。そんなことは君たちの方がよほど優しいと思うよ。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。おお、いい戦ぶりだ。気にござるな。責任を果たす。基本だけどすごいこと。押して参る。あとは仲間に任せよう。私の相手だ。行くかも。お主こそ我が宝よ。
本能寺を守り抜いたか。はい。預かりし要所、敵に渡すことなどできませぬゆえ。せっかくの地獄、私も楽しませてもらうわ。全軍参加して将を叩くんじゃ。人に任せきりで長引いては面倒だ。私が肩をつけよう。信長様が近づいています。ごめんですが、これを行かせてください。どうぞ気立てするかね。俺も行きます。二人とも働き者のいい子だね。気をつけて行ってくるんだよ。みんな、反義校が助立ちに参りましたぞ。今のかなり目立ったよな。孫権殿の命により、この女子名も参戦する。信長様さえ倒せば敵はおとなしくなるじゃろう。みんな狙うは信長様じゃ。猿が来た。信長が可愛がってやる。あら、他にも懐かしい顔があるわね。からかってあげるわ。会いたかったわ。今度こそ私のものに。こんな時に。大変、みんなやられちゃってる。お前様、私も行ってくるよ。よし、ここはわしがどうにか守っちゃう。ねね、あいつらを頼んだね。この世界に来ていてくれて本当に良かった。セイリアの死神、私はあなたがいないと。なんという気迫。だが、手も引くわけにはいかぬ。覚えて、最後にお前の首を取るのはこの私。この程度では信長は満たされぬ。おお、お見事にござる。もっと援軍を送ってくれ。敵の増援を抑え込むのだ。諸葛丹殿の檄に将兵の士気も上がっておる。数で負けていようとも必ずや押し切れよ。悪い子にはたっぷりお給吸えちゃうよ。あたしじゃ手に負えないよ。この程度では信長は満たされる。みんな見事に負けちまうとはな。戦は知略でするもの。思い知るがよい。お前は我が子とさせてもらう。おお、いい戦ぶりだ。見事なる働き、天下無双の座教と。猿は檻の隅で震えておるか。魔王はここぞ。こうなったらやるしかねえ。信長様、海を借ります。今のわしじゃ信長様にはかなわんか。オリンポスの神の戦、目に焼き付けるがいい。あなたもわきまえろ。どれだけ愚行を重ねるのだ。
信長殿に託された本能寺、守り抜けて本当によかった。皆の力、何より諸葛丹殿の才のおかげよ。いえ、私などにそのような、もったいないお言葉です。あの、皆さんもありがとうございます。孫権さんのおっしゃった通り、とても派手で素敵なご登場でした。派手？何より嬉しい言葉だな。改めて俺は菅義行、影は薄いが覚えててくれな。両使命だ。挨拶が遅くなってすまん。これからよろしく頼む。わしは孔幸福、どんな世界であろうと殿のために戦い抜くまでよ。神に歯向かう者がまた増えたか。神、私たちはどうすればいいんでしょう。腕輪を使わなければ勝つのは難しいですよね。でも使えば敵の戦力を増やしてしまう。ペルセウスよ、ウムに問う。ゼウスは何故かようなことを始めた。正直わからない。ただゼウスは狂楽的で神ゆえの傲慢さを持ち合わせている。人間など神から見れば弱く愚かな存在。ゆえにゼウスが導かねばならないし、ゼウスのために苦しんでも仕方がないと。そうやって人間たちがどれだけもてあそばれてきたか。この世界を作ったのもただの戯れかもしれない。気まぐれに滅ぼそうとしているのかもしれない。もしくはオロチとやらをどうにかしたいのか。いずれであっても、いずれでなくともおかしくない。読めぬ男であるか。私たちどうしたらいいんでしょう。やないでか、孔幸福、生涯最前線よ。俺が菅義行だ、忘れないでくれな。両使命の治癒、刮目してみるがいい。上出来だな。真意の見えぬ敵か。信長殿と戦っていた頃を思い出すな。ウヌは信長に挑み、覚悟を示して問いかけた。こたびはいかがする。私の考えは同じだ。まずゼウスに真意を問わねば。この世界でどうすべきかも定められぬ。であるか。ゼウスに会う方法はただ一つ。腕輪の力を使い戦うことですよね。わかりました。怖いし恥ずかしいですけど頑張ります。ダク、それが人の子の選択ならば見守ろう。我らがこれ以上干渉すれば戦界とオリンポスの対戦となる。ゼウスの真意を尋ねるまでは避けねばな。承知した、どうかよろしく頼む。ならば他の腕輪も探した方がいいかもしれませんね。敵に渡さぬため、ゼウスの降臨をより早めるために。腕輪、父上、あの噂を覚えています。
覚えておるか？ああ、不思議な力を持ち、民に崇められているという少女の話ですね。私もつい先ほど聞いたな。その娘が腕輪の持ち主である可能性は捨てきれん。決まりなのじゃ。みんなでその娘に会いに行こうぞ。申し上げます。民が我々の軍を頼って逃げてきました。妖魔に襲われたそうです。なんだと？民を狙うた卑怯な奴らだ。さらにまだ逃げ遅れた者がいるとのこと、いかがなさいますか？そんなもん今すぐ助けに行くに決まってんだろうが。少し落ち着いたらどうだい天意殿。敵の様子も民の被害もつかめていない。こんな状況で動いたって。こうしている間にも民がやられちまってるんだ。のんきにしてる場合じゃねえだろうが。たとえ一人でも俺は行くぜ。やれやれ、暑いのは大いに結構だが、あの一途さがいつか災いにならなければいいんだが。